太田真一は、競輪選手、元自転車競技選手、埼玉県出身、日本競輪学校第75期生、日本競輪選手会埼玉支部所属、登録番号12,955、師匠は、実刑の太田浩二。長男のリのぞみも、競輪選手。初出走は1995年4月8日の、宇都宮競輪場で、初勝利も同日。 若い頃からジュニアオリンピックカップのスプリントで優勝するなど自転車競技を早くから行っており自転車競技の名門である埼玉県立川越工業高等学校に進学するとインターハイで1000メートル TT 高校新記録を受立するなどの実績を残した卒業後は競輪学校に入校し競輪選手としてデビュー後はすぐに S 級特進を果たすなど目覚ましい活躍を見せ、1996年4月には、早くも S 級一般に昇進し、年末には、競輪祭新人王星を優勝する。1999年には、高松の宮記念杯競輪決勝において逃げ切り、GI 初制覇を果たすと、同年の競輪グランプリでも逃げ切って優勝した。2000年には、シドニーオリンピックに競輪と、 スプリントで出場したが、直前の友人新能パイ、世界選手権記念トーナメント決勝において、落ち者により骨折したことが響き、目立った成績は残せなかった。しかし2003年に、同じ肝心新能パイにおいて、バンテまくりから優勝を果たした。その後2012年6月より2016年6月まで、選手会の埼玉支部長を務めた。 日本自転車競技連盟の審判資格を持っており、時折、ロードレース大会でアマチュアを指導することもある。デビュー時から圧倒的な先行力で注目を集め、関東地区の牽引役として大きな役割を果たしていた。近年はまくり県備の追い込み選手として活躍している。ありがとうございます。